これで1本1000円です。じゃあお願いします。はい、まずは鱗を取っていきます。はい、この鱗かきも結構跳ねなくていいんですよ。ゴム製で吸い付くように取ってます。この前のタイの鱗の時もタイは割と硬い鱗でいい感じに取れました、ね。あんまり鱗も飛び散らない。ゴム製やと、ね、その鱗かきだともうあちこち鱗飛びまくる。で包丁で細かいところを確認しながら、いつも綺麗に取ったつもりで取ったつもりでも三枚におろすときに黒く結構引っかかったりするんですよ。それでないやん。確かに。気にせずそういう時でやっちゃいますね。きれいに取れたので魚体を洗っていきます。頭落としていきます。はい、頭とかまわ塩焼きですかね。そうですね。頭落とせました。次がお腹開いて、あ、お、魚の袋に魚。お尻の穴に包丁を入れて、スーッと開いていきます。味は綺麗な味だ。得したんだか損してるんだか。で、内臓を綺麗に取っていきます。割れたとこですね。まだ消化もされてない。そうですね。新鮮な証拠。血合いを洗って流していきます。じゃあ、さばいていきます。
さばけました。反対側も、はい、ついていきます。ちょっとこの薄い膜がついているのは柳で、こっちも外していきます。こんな感じですね。きれいに外せました。はい、今日これぐらいでいいですか？はい、いいです。じゃあこっちのちっちゃい方まず皮入れていきます。じゃあこっちの大きい方を引いていきます。はい、こんな感じで、はい、骨は抜きます？小骨は。はい、取りました。サク取りしたお魚を一旦真水で洗って、さばいてる時についてた鱗とか、あとまだ身に残ってる骨がないか確かめながら真水ですすいで、こちらの
氷塩水につけていきます。魚の水気を取っていきます。一回普通に早くでいいですか？あ、わかりました。早っ。早っ。こんな感じです。もう一回ちょっといて、今ポジションがちょっとずれとった。一回言ってもらっていい？まあ、3巻ぐらいパパパパパッと握りましょう。はい、はい、はい、じゃあ次ゆっくりと。こんな感じを、まあ、早くと、ちょっと、はい。